ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人によるラーメン専門チャンネルでございます。美味しい麺料理をお届けできればと思います。今日は12月12日日曜日であります。12月、10日金曜日の夜営業からでしょうかね、提供されておりますこちらの限定濃厚魚介混ぜそば、こちらを求めていきました。ニンニクありなし、選びます。それで普通盛り、中盛り、大盛りとありますね。私は普通盛りの 220g を選びましたが、大食感の方は、大盛りの 440g で食べ応えがあるんじゃないでしょうか。限定の濃厚魚介混ぜそばであります。混ぜそばだけありまして、超具沢山ですね。きくらげ、刻み玉ねぎ、刻みネギ、そして三つ葉、一口サイズにカットされました豚バラ肉、チャーシュー、そして、メンマ、三つ葉の下にはあの豚ひき肉が、潜んでおりまして、そして魚粉でございますね。で、麺の下にはこの混ぜそばのタレが潜んでおります。ちなみに追い飯が無料でついています。それで別皿提供の刻み生ニンニクでございますね。混ぜそばは、普段私はあまり食べないんですけれども、麺屋347の混ぜそばとなれば話は別でございます。混ぜそばに合わせてこのチャーシュー、メンマもですね、カットされてる、食べやすいサイズにカットされてる。やはりあのタレがそうすると絡みますね。で本当に具沢山でございます。豚ひき肉、これが潜んでおります。麺のスペックはおそらく、推測ですけどキリは14番手あたりですね。幅約 2.14mm で、麺肌からして、中華水の熟成の感じでございますね。太麺と中太麺の中間ぐらいの太さです。ではまずあのタレはあまり絡めず、すすぎ上げますと、この太さゆえの程よい、もちもち感、低下水とは違う、みずみずしいあの麺肌の、すすり心地でございます。タレをあまり絡めずにすすりますと、やはりあのこの麺の香り、麺の美味しさ、これをピュアに楽しむことができますね。はい、それでは、混ぜそばでありますから、やはりあの全体を混ぜ合わせて混ぜ混ぜしてですね、麺、具をいただいていきたいと思います。どん底のタレは、煮干し中心の、混ぜそばのタレでしょうか。魚粉の香りも相まってますが、煮干しの香りを強く感じます。煮干しのみならず、あの昆布や、もしかしたらやはりあのサバ節とか節系も合わせられているのかもしれませんね。それであの全体が程よく絡みましたので、混ぜ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 そばをすすり上げますと、絡みまくりなのは当然でございますけれども、煮干しが中心と思われるタレがですね、甘すぎず程よい甘み感で好みでございますね。確かにあの濃厚な感じではあるんですけれども、タレの旨味であったり具材が絡む旨味であったりするものが全面に出てくるすすり心地でありますので、旨味中心ゆえに、しょっぱさ塩味が、きつくありません。ですので濃厚ではありますが、確かに濃厚な旨味感ではありますが、前半中盤後半とですね、ガン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 こういけてしまう魚介の旨味、タレの甘み、タレの塩味、これらのバランス感覚が極めて素晴らしい、タレの、混ぜそばでございますね。あの豚ひき肉であったり刻みネギ、刻み、玉ねぎがですね、非常にこうあのこの一杯を持ち上げておりまして、非常にいい仕事をしておりますね。で一口サイズにカットされましたメンマや、この豚バラ肉ですね、豚バラチャーシュー、これもですね、あの一口サイズといいますか、こうカットされておりますので、絡みますね。タレが絡んだこう混ぜそばの、一部として、実に美味しく味わえる、具でございます。さらに、一部さらにこの一杯を引き立てる、具材一つ一つでございますね。できくらげの食感も、コリコリとして非常にいいですね。それで余談でございますが、天地返しが私は下手くそでありますね。
天地返しがもっと上手であればもっともっと絡むんでしょうね。一口サイズにカットされました豚バラとメンマですね、食べやすいのでタレが絡みまくった状態で次々と入れてしまいますね、当然ではございますが、スープがあるラーメンとはまた違うお味わいになっております。具材やタレの印象はそんな感想なんですけれども、やはり麺が実に美味しいですね。もちもちとしておりですね、太と中太の中間ぐらいの輪郭が非常にはっきりしてるんですけれども、熟成の効いたみずみずしいですねすすり心地であります。はい、それでは、刻み生ニンニクをですね全体に、混ぜ合わせていただいていきたいと思います。この濃厚魚介混ぜそばのフィニッシュ的な感じでありますね。タレ、具、麺が混ざり合わさった最後に、新たに、混ぜ合わせる刻み生ニンニク、これは絶対美味しいに決まっておりますね。絡めすぎず、すすり上げますと、ニンニク の香り、風味、辛みはそれほどでもありませんけれどもダイレクトに感じますね、まさにフィニッシュの前兆でございますね、ニンニクが一気に全体を、覆すまではまあいかずとも、一気にこうニンニク全面型にしてくれますね。はい、それで、新たにこの具材群をいただきますと、混ぜそばらしいですねタレが絡みまくった、魚介系のタレが絡みまくった具材群、スープ料理ではないですね、混ぜそばらしいですね具材の表情を味わえまくりまくりすぎでございますね。当たり前でございますが、混ぜそばと、スープ料理、スープが、入っている麺料理つまりラーメンとは、具材の表情が全然違います。はい、宮城県加美郡加美町にあります、麺屋さん47の、限定濃厚魚介混ぜそばでありました。魚介の旨味あふれまくるタレつまり塩味が強すぎず塩味が強すぎずで甘みが強すぎず旨味全面型のタレに、どうなんですかねこの、一杯特注に仕入れられた麺なんでしょうか。この麺がめちゃくちゃぴったり、バランスよく合いまくりまくりしてでございます。やはり麺屋さん47は若きながら熟成の部分も醸し出す、そこの、お店全体という視点から醸し、出てくる、部分もですね最高でございますね、ただの、混ぜそばではございません。魚介全面型魚介がかなり全開系なんですけれども、でさらに濃厚この濃厚の表現が、若々しくキレがあり、麺屋さん47っぽい、麺屋さん47風なんですけれども、全体のバランスがそれでいて超絶妙、これは熟練の領域じゃないと到達しない、混ぜそばの感じであります。まあ混ぜそばとか焼きそばっていうのはですね結局麺が美味しければ美味しい一杯になるんですけれども、タレのですねこの甘み塩味、旨味全開全面型の、バランスが非常に絶妙旨味で解決している感じですね。でそれを拾いまくるさらに具をまといまくる、麺のすすり心地でこの麺のスペック、最高の一杯かと思います。最高の混ぜそばかと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございます。
限定の濃厚魚介混ぜそば、もうちょい提供されると思いますので、めちゃくちゃ美味しかったです、よろしければ、特に混ぜそば好きの方は絶対必食の一杯かと思います、食べてみてください。ご視聴誠にありがとうございました。